バシーリー・アレクサンドロビチは、ロシアの皇族。アレクサンドル・ミハイロビチ大公とその日、クセニア・アレクサンドロブナ大公女の間の六夫として、ガッチな宮殿で生まれた。バシーリーは、皇帝アレクサンドル三世の外孫であったが、男系決闘では、ニコライ一世の彦でしかないため、兄たちと同様に、ロシア大公の称号を許されなかった。ロシア革命後、バシーリーは、 両親や警視、外祖母、マリア不要泥皇太后らの皇族と共に、クリミアに監禁された。クリミアに集められた皇族たちは、皇帝一家と同様に処刑される予定だったが、1918年に、ドイツ軍によって解放された。翌1919 19年、バシーリーは、一族と共に、イギリス政府の差し向けた戦艦、マールバラに乗って、イギリスに亡命した。 バシーリーは母クセニアと共にイギリスで暮らしたが、1920年代には単身でアメリカ合衆国に移住した。移住後はキャビンボーイ、造船工、株のブローカー、ワイン増上業者、養鶏業者など職を転々とした。1980年、バシーリーは兄のドミトリー・アレクサンドロビチ公からロマノフ家教会の総裁職を引き継ぎ、就寝でその任にあった。 1989年、カリフォルニア州、ウッドサイドで亡くなった。1931年、ニューヨークで亡命ロシア人貴族の、公爵霊嬢ナタリアゴリチンと結婚した。ナタリアとの間に一条を設けた。ありがとうございます。